これを変えて、はい、あれでいい、はい、大丈夫、全然大丈夫です、いいね、はい、はい、はい、ございます、はい、本日は向こう図に2人で来てるんですけど、はい、初めてですよ、僕は初向こう図ってことで、はい、向こう図メンバーほとんど初対面ということで、そうですね、ちょっと今、ノックやってるんですけど、はい、向こうさんいるね、向こうさん、平井さん、この辺向こう図の、はい、野球女子とか、はい、少年たちとかいるんですけど、はい、そんなので今日は僕ら先発でバッテリーということで、陽平が、はい、キャッチャーです、翔平がピッチャーということで、なぜかそういうオープニングということで、はい、責任重大すぎて、ね、でも向こう図は楽しくできればいいかみたいな、うん、もうワイワイやって楽しんでいきましょう、はい、さりげないツーショット、はい、ツーショット、はい、はいはい、はい、もう3年ぐらい一緒に行動してました、向こうさんと、ノックは強いね、ノック久しぶりに会いまして、俺はそうですね、去年のあれじゃないですか、連合の時ぶりじゃないですか、そうね、向こう図自体はその前に夏1回やってるんで、8月ぐらいそれぶりってことで、ノーステップ打法ってセンター越えてきて、そう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 、その向こう図の雰囲気とかいろいろあるんで、それは後で試合終わってから感じたことをちょっと話してもらおうかなと思って、はい、はい、って感じで、ちょっとこのカメラは向こう図の方に預けて試合撮るんで、はい、はい、撮っております、はい、はい、じゃあまた後で頑張ってまーす、よっしゃー、じゃあ皆さんこんにちは、野球島の子です、よろしくお願いします、バー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 、ちょっと翔平 TV 久しぶりすぎやろ、早くお前守備つけよお前先発やぞ、今日先発だ、先発なんでやりたことや、今日よいしょ、よいしょ、今日何人、2、9 9いっぱいでしょ、選手を取っといてね、あ、頼むよ、よさあ、向こう図恒例の試合前のシートノック、さあ、サードの小太郎、そして対戦相手の港区ベイツアーズの選手も一緒にノックをしております、そして、よすけさん、はい、楽しそうですね、はい、で、ななちゃん、野球女子ななちゃん、うまいね、くせ者一宮さん、はい、小島さん、うまい、さあ、はい、対戦相手の、ね、選手もね、楽しそうですね、そしてメイチュン、セカンドメイチュン、ナイスプレイ、はい、ムコチルのユウトです、はい、ナイスプレイ、いいね、はい、ノッカーはね、GM の平谷さんです、いつもありがとうございます、はい、ファースト、シンチャスさん、いず宮本君 OK、ナイス、さあ、ここで素晴らしいプレーがありましたんで、はい、ショートのナナちゃん、はい、走って届いて、はい、動きがね、軽快ですよ、それに続いて、くせ者一宮さんも、はい、送球は中途半端ですね、はい、小島さん、もう入りがうまい、ナイスツーマン、OK、さあ、メイチュンも軽快に走って、ランニングスロー、いいね、さあ、始まりました、向こう図 VS 港区ベイツァーズの試合です、さあ、集合してね、元気よく挨拶をしましょう、この日はね、風がすごい強かったんで、フライね、すごい注意してます、そして、翔平 TV 先発、キャッチャー、良平、というわけで、この日ね、試合前に、キレダスをめちゃめちゃやりました、これでね、はい、やっぱね、ちょっと手首ね、立ちすぎてね、抜けたり、高めに浮いたりしてます、ちょっとこれはね、試合前ね、やる方がいいかなと思ったんですけど、ちょっとコントロールが最初ちょっと定まらないんで、けど、約2ヶ月ぐらいか、投げてないんですけど、この日、久しぶりに投げました、ボール的には結構伸びがあって、いいのかなとは思います、いや、これも本当に、キレダスを使い出してから、良くなったかなと思いますんで、はい、さあ、はい、キャッチャー良平送球いけるか、はい、中途半端です、はい、さあ、まもなくプレイボールです、さあ、先頭バッターどんな入りをしていこうか、まあ、まずはね、キレダスを使った関係で球が浮いちゃうんで、そこをちょっと修正しようかなってことで、まっすぐを多く投げております、はい、でね、結構抜けちゃうんでね、これもあんまりね、今までなかったんですけど、
はい、狙いはインコース膝元狙っております。はい、自分がね思った以上のところで離さないとこのようにねストレートでフォアボールを出してしまいます。これは結構ね練習必要ですね。けどボール的にはいいと思ったんでほんの少しのね修正をしていけばいいかなっていう感じ。ランナー一塁、ノーアウトランナー一塁です。さあちょっとね緊張気味でもありますよ。はい、ベンチからねなんか声ありますけどあまり気にしてなかったです。はい、盗塁してセーフーとなりまして、はい、まあ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 しょうがないです。はい、次投げました。はい、やっと入りました。ストライクリリースね、すげえ気にしてます。さあお次、はい、これツーシームですね。これツーシームで三振となります。ちょっと気持ちが楽になりました。はい、お次のバッター、はい、これねまっすぐ抜けました。久々にこの投球というかこのボールを投げてしまいました。すいません、ランナー一二塁のピンチです。ランナーとランナー一二塁のところで強風ですね。ライトフライかセカンドフライかと思ったんですけどね、これでね落ちちゃいまして、はい、でインフィールドフライだったんでね、はい、ランナーは進塁、バッターはアウトとなります。はい、ツーアウトランナー二三塁です。さあここでねしっかり、はい、投げましたと思ったんですけど逆球で鬼シュートしてね取れず、はい、後ろに行ってしまいました。これで0対1となります。はい、両平的にはね最近キャッチャー逃げてたらしいですね。さあ2アウトランナー3塁となります。はい、これねなかなかねちょっとこう引っかかってきたんで良くなってきたと思うんですけどまだまだ。はい、これスライダーですね。はい、ちょっと力入りすぎてあんまり曲がりがないですね、あんまりね。はい、これスライダーですけどこれはストライクだったらしいですね思った以上に曲がんなかったって両辺に言われました。はい、これまっすぐ高めのまっすぐ入って三振となりましてようやくチェンジ1失点となってしまいました。そして向こう図攻撃バッターナナちゃん素晴らしいスイング。さあ風はどうだ、風はどうだ。はい、取ってアウトセカンドフライとなります。そして2番のメイチュンがショートゴロ、メイチュンめっちゃ走るよ。はい、これアウトとなります。そして3番のソウ君が塁に出て4番のムコチルヤマト君です。さあ素晴らしいショートゴロセカンドでアウトとなりましてチェンジとなります。この回0対1です。さあ2回となりまして翔平予定ではねこれが最後のイニングになります。さあだんだんねコントロール定まってきたんですけど、はい、徐々に変化球をね投げ出してます。ツーシームとスライダーとカーブですね。これツーシームですね、ツーシーム、はい、ツーシームです。そしてお次のボール、はい、これもスライダーですかね、これうん、スライダーですね。そしてお次、いやーこれ悔しいね。これねイメージは本当に左バッターのインコース膝元だったんですけどねスライダー抜けました。ちょっと悔しいんだよな。そしてこれねもうギリギリね、はい、アウトコースベタベタのストライクで三振となります。そしてお次のバッター、はい、スライダーを打たせて風はね離れますよね。はい、翔平取ってアウトとで2アウトになります。さあラストですよ、ラスト1アウトです。さあはい、これねちょっと横から投げました、サイド入るじゃんっていうね。そして上から投げてショートゴロ、ナナちゃん、はい、いいプレーでねショートゴロアウトとなりましてチェンジ。さあ向こう図の模様は翔平 TV ではこれで終わります。野球中は向こうさん動画を見てください。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いします。それではアルチャープレゼント企画開始します。はい、ついにもう2000人いたんでもう上げましょうっていうことで、はい、もう上げちゃいます。まずはモンタンさんおめでとうございます。おめでとうございます、2000人おめでとうございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんでいろいろね、
それにコメントすること。1回でもいいですよ。1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります、うん、別に動画のコメントするだけでも応募できるんで、はい、はいはい、たくさんのコメントしてご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします、はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントのナイア公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです、はい、デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。